田川は、栃木県の南部を流れる、利根川水系重井川支流の一級河川である。栃木県宇都宮市新里町の倉掛山から、流れ出る栗屋沢に源を発する。宇都宮市西部の宝木大地生涯を南に流れ、下津賀郡美部町、下津家市を経て、小山市黒本で重井川に交流する。宇都宮市新里町の源流部の標高は、約二百メートル。 重い川との合流地点の標高は約40メートルであり、この標高差約160メートルを約40キロメートルかけて流れる。流域には大谷石の採掘で著名な大谷地区がある。大まかに二つの説がある。流域に石室を持つ古墳が多く存在している。ことから採掘された大谷石の運搬水路として古代より利用していたと想像されている。 下流域にあったとされる下屋国府の礎石も、大屋で切り出されて姿川を経て運ばれたとされる。江戸時代に、江戸の経済圏に組み込まれた北関東は一円の運搬水路が整備され、姿川でも収運が行われた。洪水などによる被害を受けた事例は、比較的少ないものの、台風の直撃時等には、警戒水位を超える出水を記録しており、1951年以降、 下流地域から着手された河川整備が現在も継続して進められている。近年では沿岸の補助整備事業とも連携した整備が必要とされている。上流よりありがとうございます。